お話を伺うのは本原大義さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは本日のお題をお願いいたします。はい、本日のお題は命がけ。私はですね、命がけっていうのはあります。あります。はい。どういう時ですか？朝起きて顔を洗って歯を磨いて、お参りして夜また歯を磨いて寝る、うん、命をかけております。僕命かけで歯磨いたことないんですけど、どういう感じなんだろうそれ。松岡修造ですか？いや、やっぱその毎日のいわゆるルーティーン、はい、そのまあ、ご飯も食べるもそうかもしれないんですが、このだんだん手抜いちゃうかな。あ、はい、最初は多分ですよ、子供の頃初めて歯磨きを習った時には多分丁寧に磨いてた、はい、これを例えばじゃあ命がけと言ったとしますよ、はい、でもこれ慣れてくるとなんかチャチャチャみたいな感じになってくる、はいはい、命がかかってるんですね。あー、なるほど。死へのカウントダウンみたいな感じですか？例えるならばですよ、はいはい、命って寿命があるわけじゃないですか、はい、その1秒2秒これ自体にもう命がもう消耗していくじゃないですけど、はい、かかってると、はい、そう考えるならば確かにかかってますよね、はい、ノンストップですね。そうなんですよね、はい、元気な時にはもう全く気づかなかったんですけども、そうですね、はい、年を重ね、まあ、たくさんの方をお葬式とか、そういった場面でお送りする機会も お勤め上多々ありますし、最近で言うとつい一昨日飼い猫が息を引き取ったんですね。もう私はちょうど平成の13年からこのお勤めを始めさせていただいたんですが、その時に小さな赤ん坊ぐらいの時に境内で拾いましてですね、共にこの17、8年の苦楽を共にしてきた。結構長生きでしたね。はい、猫だったんですけど、最後は、まあ、家族みんなで息を吹き取る瞬間まで付き添うことができたんですが、そうですか。その息を吹き取る前後、息を吹き取った後、改めて刻一刻と1分1秒というのは変わらぬスピードで、そうですね、はい、過ぎているなということを感じましたね。その猫ちゃんとの十数年間 の、はい、そのこう生活の中で猫から何かこう猫ちゃんから何か得たことってありますか？猫に限らず、私は動物の番組を見るのも結構好きで、感じたことがあるんですが、人間以上に動物たちというのは、自分の与えられた環境とか、状況に嫌がおうでも有無を言わず、文句も言わず、与えられた環境の中で、必死に生きているなということを感じましたね。そうですね、はい。なんか私たちはその例えば買い物という形で食料を得ることはできるわけですよね、はい、でも野生の動物たちというのはそれこそ命がけで毎日の餌を取りに行きますもんね、はい、いかに私たちが、まあ、私自身が今贅沢に暮らしているか、その命がけを意識していないということはある意味贅沢に暮らしているということですもんね、はい、それを忘れちゃってるってことですよね。そうですね。何気なく過ごしてきた中でふと命はかかってるなと感じた時に、うん、目の前の小さなことで、うん、右往左往してなんならあっち行ったりこっち行ったりうろうろして、うんうん、日々を送っているこの時間の使い方ってどうなのかな、うん、そもそもうろうろって、はいはい、どういう言葉かってご存知でいらっしゃいますか？うろうろ、はい、漢字で書きますと、はい、あるなし、ろは水などが漏れる、まあ、それを繰り返してうろうろ、漏れてますみたいな感じですか、はい、漏れがあります、そういうことですね。漏れがあります、漏れ、何が漏れてるんですかね？煩悩。なるほど。
つまりじゃあそれウロウロって仏教用語なんですか。はい、その煩悩がどんどん溢れていている、あ、漏れて出てきているから心が落ち着かず苦しい、はい、悲しい。ウロウロの反対はムロムロ違うか、そのなんか。そうです。本当今のおっしゃる通り正解です。ムロムロって言うんですか。ムロムロという言い方はですね、はい、しませんけれど、はい、ウロという言葉に対しての反対の言葉はムロ。本当ですかという、仏教の言葉にちゃんとあります。僕今ボケたんですけどボケたつもりだったんですけど、ムロっていうのはムロの境地ということで、いわゆる仏様の境地のことを指します。どうしたらムロに近づけますかね。その境地に少しでも近づこうとすることはできますよっていう教えがあります。うんうん、それはどういう教えですか。いいことしましょうって。いいことしましょう。悪いことをしないようにしましょう。昔、うん、中国に7世紀なんですが、はい、白楽天という役人の方がおられまして、うん、その方がですね、政治家の人間の骨肉の争い、うん、もうそういったことに辟易して、うん、もう疲れ果てて、もうそんな世界に行きたくないということで、うん、もう田舎へ帰ろうと戻られたんですね。そして朝花禅師という、お嬢様があの山にいらっしゃるぞという話を聞かれたんですね、うん、そして白楽天はその朝花禅師というお嬢さんに会いにその山に行かれたんです、うん、すると面白いことにその朝花禅師というお嬢様は木の枝の上に、はあ、座禅をしておられたんです、ね、でそれを見て白楽天は、あ、お嬢様、お嬢さん、そんなところに座っておられては大変危ないですぞって、降りてきてくださいませってお声をかけられたんですね、はい、すると朝花禅師はいやいやいや、お前の方こそ危ないぞっておっしゃったんです。はい、はい、えっ、はあ、なりますね、はい、あ、白楽天は仏教の教えって何ですか、その真髄を教えてくださいっていうふうに聞かれたところ、朝花禅師がおっしゃったのが、いいことをして悪いことをするなよ、心を清らかに保ちながら生きていきなさい、それが仏教の教えですよと朝花禅師がおっしゃったのに対して、白楽天がそんなことは3歳の子供でも分かっていますよ、何を今更そんなことをおっしゃるんですかと返されたんですね。まあ、そんなことより早く木の上から降りた方がいいですよね。そうですね3歳児でも分かっとることが大の大人が全然分かってないじゃないか、実践できてないじゃないか、むしろどんどん悪いことを考えて悪い行いをして世の中を乱しとるじゃないか、とおっしゃった、それで白楽天がはっと気づいて、頭でどれだけ分かっていても自分の人間というものは煩悩を抱えているから、それによってそんな単純ないいことをたくさんして悪いことをしないようにということさえもどん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 こう全うできなくなる心を持ってるんだなということに気づかされたんですね。むしろその安全なところに立っている人間こそ心の油断が出てくるということかもしれないですね。そうとも言えますね、はい、緊張感のある木の上にいる人、これこそがもしかすると命がけで生きている、はい、命がけであるということをもしかすると例えかもしれないと、はい、そうすると心が研ぎ澄まされていくだろうと、はい、いつ終わるともわからない、まあ、そういう命をいただいた以上を一分一秒に命を刻む、という意識で日常の物事に接していくと素晴らしい人生が送れるのではないかなというふうにこう感じますね。命がかかっているっていうその一言ではっとなんかこう気づきました、はい、心を込めて歯磨きますとってもジーンといたしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。